酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。欲しいものをやる。
くない。主なを生き延びたお侍がいるって。志村様のことだろう。違うよ。どうやらそれでも御仏は導いてください。これからも御仏の示す道をお進みください。どんな感じなのかね。猛虎勢に立ち向かう弓の手入れをいたしましょう。志村様はご無事だよな。ああ、元気ではないだろうな。そう言うと思ったよ。厳しいお方だけど拷問されるいわれはないのに。拷問だって決めつけるな。じゃあ肩を揉まれながら飯を食っててほしいか。いやしいことばっか言うんじゃない。お前も人だろ。いやあ、美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。あの時どうしてあいつを生かしちまったんだ。殺さないでくれ。酒井様、ご無事で。石川先生に似てたって聞いた。母上は当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。
美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。
金寺。キラする闇も日は惨事。やまし太く怖くありな。鮮やかにいたしましょう。堺家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。堺様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。ではまたいつでもお越しください。
Thank you.